いよいよ HKS が CRG の限界に挑戦します。今回こちらのテストコースに仕様の違う CRG を2台持ち込みました。まずはこの仕様の違う CRG を CRG プロジェクトチームリーダー森田から説明してもらいます。はい、まずこちらの手前の CRG、 こちらの方は、給排気とあとリミッターカットの方を施したライトチューン仕様になっています。続いてこちらの奥の CRG の方は、HKS の GT スーパーチャージャーを装着した仕様になっています。スーパーチャージャー仕様の方は、現時点でブーストコンマ4キロで170馬力で、こちらのノーマルのライトチューン仕様の方は140馬力となっています。今日は CRG のノーマルエンジンでの、素性を確かめるためにこちらの仕様違いで、最高速を計測してみたいと思います。ある程度スピード合わせて30キロ、40キロぐらい、そこから全開してどれぐらい差があるか、やってみて。ノーマルとレブまで引っ張って、ブースト何キロで？ブースト今コンマ4ですね。コンマ4 で211キロ。はい。今リストリフターは、小さい方に戻して、はい、でそれでまだ微妙に伸びてるんで、はい、そのまま全開のままバンクに突っ込んで、はい、それ以上伸びるかどうかをちょっと確認したいと思います。ブーストX で何キロですか？コンマ35でバンクも全開で行って、で直線で215キロ。196キロ。マジっすか？うん。196キロっすね。メーターは174なんですけど、上がってきます。無事最高速テスト終わりました。結果は何キロ出たでしょう？結果は、こちらのライトチューン仕様の方が、最高速196キロ で、 ですね、こちらのスーパーチャージャー仕様の方が、一応ブーストコンマ35で、216キロ
ですね。はい、今日はですねこのような結果出ましたけども、今後そうですね、さらにチューニングの方を進めましてですね、はい、皆様が驚かれるような、結果を出していきたいと思ってます。この HKS CRZ 企画ぜひご期待ください。